、こんにちは、こんばんは、俊平太と申します。今回はね、こちらやっと届きましたよ。これ待ちに待ってた Mac のパーツ、まあ Mac 用ってわけじゃないんですけど、開けてみます。ギッチギチ、取り出すのが大変。こちらです。これね、なんていうのかな、ベロシティデュオ by 2かな、多分。これ何かっていうと、Mac の SATA のポートっていうのが3ギガしか対応してなくて、それじゃあ SSD の性能全く活かしきれないということで、今回こちらを購入して、SATA がこれ3になるのかな、 SATA 3多分、うん、3に対応になって SSD が2機積み込めるものになります。こちら日本で買うと大体2万円前後するんですけども、まあ eBay でね、ちょうど1万円ぐらいで売っていて、そちらを購入しました。で、今回積む SSD がこちらですね。こちらもね、日本ではあまり見かけないドレボっていうね、ゲーミングメーカーのゼウスという SSD になります。これね、256GB を2機買ってます。なぜこのドレボのゼウスにしたか、これドレボプロっていう、ドレボのねプロシリーズっていうのも日本では売ってるんですけども、これ日本未発売のゼウスです。ドレボのねゼウス、何がいいのか、というかドレボの SSD の何がいいのかですね。なぜこれを買ったのかというと、ドレボのゼウス、こちらの 256GB 仕様なんですけども、まず MLC です。安価な SSD ってどうしても TLC を採用しています。データ面で心配なんですよね。こちらは低価格で高耐性、まあ壊れにくいということですね。こちらですね、2つ使ってストライピングにしたいと思います。で、 Windows のドライブにしようと思ってます。ではね、ゼウスのスペックに関してはこちらをねご覧ください。でね、これね、今回はね、このゼウスとベロシティデュオね、この2つを使って Windows 環境を構築していきたいと思います。ではまずね、こちらをインストールしていきましょう。このね、フィギュアみたいなパッケージを開けます。なんかネジが取れてきたけネジが取れてるの大丈夫かな、これ雑ネジだ、なんでこんなネジだらけなの。ネジがね、無造作に入ってる。まあいろいろね、レイド0が使えますよとか、レイド1が使えますよとか書いてあります。まあとりあえずね、使ってみましょう。ボード自体はこんな感じですね。裏面は何もなく、表面だけね、チップとか端子とか乗っかってる感じです。次はこっち、ドレボのね、ゼウス、つけていきます。箱の中に箱。裏面からご登場。カードが入ってます。説明書みたいな、説明書とかでもないですね。アフターセールサービスカード、保証書ですかね。で、こちらが肝心の SSD です。 SSD に見た目なんてね関係ないんですけど、やはりかっこいい。ドレボのねゼウスSATA 3SSD ハイパフォーマンス 256GB で、リードが 560MB で、ライトが 500MB になります。結構ね、早いです。あのプロとこのリードとライトの差はないんですけども、他にね確か差があったのと、価格がねプロシリーズと変わらなかったので、こちらのゼウスを購入しています。ではね、こちらもう一個開けて実際に取り付けていきたいと思います。ではね、ベロシティにゼウスをね、つけるのは簡単です。まず端子の方向を確認して、あとは差し込む。もう片方も差し込む。で、裏返して、ネジをね、8箇所に置いていきます。はい、こちらで SSD が固定されました。そしたらね、次は Mac に実際に取り付けていきたいと思います。ではね、実際に取り付けていきたいと思います。まずね、ここにスロットをカバーしている
留め具があるので、こちらを指で回せるネジが2本あるので外していきます。これですね。で、ブラケットを外して、で、僕は今グラフを積んでるんですけど、これが EFI 対応じゃないので1回ね、元の GT120 に乗せ替えます。じゃないと起動画面が出ないのでね、 OS のインストールができないと思います。グラフ外すときはね、この棒をね、左側に引っ張りながら手前に引き抜くと外せます。で、これは今回一番上のね、スロットに差し込んでいきます。はい、これで取り付けがね、完了しました。ちょっとぐらつくんですけど、後でね、固定用の金具をつけるのでね、大丈夫だと思います。で、GT120 も戻していきます。では次はインストールに移っていきます。まずこちらのね、 Windows 10 のイメージをマウントします。そうするとね、こうやってマウントができました。次にアプリケーションのユーティリティからブートキャンプアシスタントを起動します。で、続けるを押します。チェックつけたまま続けるを押します。で、今回はこのね、マルチフラッシュリーダーですね、こちらに保存していきます。まあ通常はね、 USB メモリーとかを使うんですけど、今回は SD カードが余ったので、 SD カードの方に保存していきます。はい、ここでね、ブートキャンプインストーラーが出てくるので、これに従っていきます。はい、これで Windows 10 がインストールされました。で、ブートキャンプアシスタントを使ったことによって、このね、右下のこの矢印のところをクリックすると、これでトータルスコアが出ました。トータルスコアが4244、グラフィックが3969で、CPU スコアが6994。どうなのかな、これランキングみたいなのがないのかな、なかったっけな。はい、一応ベンチマークはね、こんなもんです。まあ、問題なく動いてるんで、あとはね、ゲームしたりするぐらいだと思います。まあ、これに関してはね、こんなもんでいいのかなって気もするんですけど、はい、ではね、クリスタルマークのベンチマークを測っていきたいと思います。リードライトに関して言えば、ほぼ高照値出てますね。
高焼酎が550がリードでライトが500なので、ただなぜこれしか出ないのかお気づきの方もねいらっしゃると思うんですが、ストライピングにするって言ってたじゃんって思うかもしれないんですけども、このね Mac のブートキャンプを使うにあたってレイドが組めないということが発覚しました。なのでベロシティデュオを使ってるんですが、シングルでしか動かしてないです。なので片方のね SSD は完全に無駄になってます。なので僕に残されたね選択肢は2つ。まず1つ目このまま使うか、2つ目、ベロシティの方に MacOS をインストールしてこちらを RAID 0で使う。で今使ってるサムスンの方のね M2 のハードディスクを Windows で使うというこちらの2つの方法ですね。まあ正直ねそこまで体感が変わるかって言われたら、まあ数値的にはね倍ぐらい違います。でもねそんな変わるかって言ったら微妙なとこなので、まあとりあえずこのままやってみてねどうなるかっていうのを、まあ、見てってもいいんじゃないかなと思いますね。体感でねもうすごい変わってくるんなら今後変えるかもしれないです。では今回はねベロシティとブートキャンプの導入を行いました。これでほぼほぼ終わりかと、Mac シリーズも終わりかな、あとは EFI ブートのねグラボ作りたいと思います。これはねシングルの方に使うと思います。あとはねこのグラボがちょっとオーバースペック気味で 8GB のメモリーだと電力をすごい消費して、まあ、ワットパフォーマンス的にねどうなのかっていうところなので、もしかしたらグラボは変えるかもしれないです。でもね一通りねもうブートキャンプを使って Windows も入ってるし Mac も入ってるので、まあほぼほぼ完成形かなという気はしますね。この動画ね少しでも参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。不明点などはねコメント欄で質問していただければ答えられる範囲で答えます。ではまた。